はい、えー、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思いますこのチャンネルでは私が一日一冊本を読んでその内容を動画でレビューするというチャンネルになっていますで普段ご紹介することが多いのは一般教養やビジネス書についてが多いですその他には継続習慣化であったりまた心理学やメンタルについての本もご紹介していますでその他最近ではお金とか投資資産形成についての本も読んで、えー、ご紹介してますので もし興味がある,ある方はチャンネルページから、えー、再生リストを見ていただければというふうに思います。で、こんな本を読んでほしいなというようなリクエストがありましたら、えー、ぜひですね、コメント欄にコメントいただければあの、いつか読ませていただけると思いますので、ぜひよろしくお願いします。またよろしければチャンネル登録およびグッドボタンをぜひよろしくお願いします。はい。えー、それでは今日も始めていきたいと思います。今日は、えー、こ,のこうして会社を強くするというタイトルの本をご紹介したいと思います。 でこの本は、えー、このサブタイトルにもありますけれども「えー、実践経営問答」というふうにサブタイトルがついていまして、えー、まあ有名なんですけれども京セラの、えー、創設者の稲森さんという方は今は多分 JAL の会長 かなんんか得られれているとと思まますけれどもえっ、ーまあ、稲森さんの本ですでこの方はまあ非常にあの名経営者として知られてましてあのー、本当に多くの本が出ていると思いますでその本を、えー、まあ必ずしもたくさん読んでいない私なんですけれども、まあ、ちょっとあの興味があって手に取ってみた本ですでえっ、ー、と、まあ、内容としては主にまあ2代目社長、まあ、地方の2代目社長 が稲森さんに向かって、えーまあ、今の悩みを質問するとでそれに対して稲森さんが、えーまあ、こういうふうに進めていった方がいいと思いますということを、まあ、もちろん哲学とともに、えー、回答するという内容になっていました、はいえー、とで今日はその中でも一点心に残った言葉をご紹介したいと思いますでそれは「会社はトップの器以上に大きくならない」という言葉です でこれはですねあの私他にもその稲森さんの言葉で好きな言葉として「え動機善なりや指針なかりしか」という言葉があってあの覚えてるんですけれども、まあ、その言葉に次ぐ非常に素晴らしい言葉だなと思いましたでも意味はもうそのままですあの会社はトップの器で決まるとでこれは会社はっていうふうに稲森さんは言ってますけれども必ずしも会社レベルの話だけではなくて、まあ、ある、まあ、部であったりとか事業部また かであったり係であっても、まあ同じことが言えるんじゃないかなというふうに思います。で、えっと似た言葉として、えっとお金は、えっとその器のない人のところにはたまらないというような言葉があったと思うんですけれども、まあ非常に近い感覚だと思います。つまりそのチームが、えっとまあ発揮できる能力っていうのは、やっぱりその能力を発揮するに値する、まあ器の大きい、えー、トップがいないと。 その能力は適切に発揮されないんだということだと思います。つまり、まあ、あの、わかりやすい例で言うと、まあ、トップが自分の出世のために動いていれば。どうしても、やっぱり、あの、部下っていうのは、その人のために働こうっていうモチベーションは出てきませんし。また、もしかしたら、自分の力をセーブして、えー、成果を出さないにしようっていうようなインセンティブも、まあ、働くかもしれません。なので、やっぱり、その、どの集団においても、それを束ねている人が、まあ、器がないと。えー まあ、パフォーマンスが発揮されないんですよということをまあ、的確に表現している言葉かなというふうに思います。で、もちろん会社の経営とかまあ、組織の運営においてはあの話は単純でないと思います。今一例としてまあ、上司の話をあげましたけれども、まあもちろん部下の側にも原因があったりすることもあると思います。でもそういった、えー、状況の中でまあ背中合わせ飲んでまあ、上司が器を大きくしていくとまあ、上司とか会社のリーダーですね。あのそういうことっていうのがまああの。 やはり重要ななんだだとといいうことを、まあ、あの感じさせていただきましたでそのほかにもあの非常に素晴らしい言葉っていうのはいっぱいあるんですけれどもあの最初に言ったようにあの会社の2代目社長とか、まあ、そういった立場の方からの質問が多かったのでちょっと今の私の立場から直接あの具体的に内容として参考になる内容はないのかなというふうに感じながら読ませていただきました。 はい、まあ、あのー、稲森さんの本というのは他にもあのたくさんあると思いますのでまあ今後もですね、えー、継続的に、えー、まあ、読んで何かこう学びを得られればなということをまあ、改めて感じる一冊でしたはい今日は以上になりますもしよろしければチャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いします。